藤でございます。先生今日ももう前回も非常にいい講義をね、ありがとうございました。ぐいぐい、はい、見るのが面白くなっていくと同時に、はい、また先生にお会いしたくなる毎日で、ありがとうございます。ございまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もね、はい、今日の講義は今日の講義ね、ええ、本当に何も打ち合わせしてないですからね、このね。そうなんですよさあ僕が今から何を言うのか、はい、紙も何も持ってないです、ね、何も持ってないです。僕も本当に見切り発車始めてますからね、はいはい、今日は日本対、はい、それこそ今この撮ってる段階で、日本対あの、はい、パナマ戦あったと思うんですけど、ありました、森保ジャパン第、ね、はい、何戦だ、2戦か、はい、でちょうどこの時期ね、あの世界でもそれこそネーションズリーグやってたりだとか、はい、まあ、これはね、今後ちょっとね、始めあのまた解説したいなと思うんですけど、なかなか日本だと情報少ないんで、はい、であと、まあ、それこそ近いところで言えば、はい、お隣韓国でもなんか試合やってたのってご存知ですか？A マッチ親善試合。あ、親善試合です。やってたんですよ。ご存知です？知らない。あったんです。まあでもこのパナマも次韓国とやりに行くんでしょ？そうですそうです。ってことは次の日本の相手は？ウルグアイですか。ウルグアイなんで今回。ということは今ウルグアイと韓国でやってるの？韓国対ウルグアイやってたんです。もう試合終わってます。あ、そうなんですか。はい。あらま。さてどちらが勝ったでしょう？これコスタリカは韓国も勝ったんだよね。そうですね。なっていうのは見ました。ウルグアイと韓国。じゃあウルグアイでしょ。結構なメンバーで来てるんでしょ。だって来てます。ウルグアイ 3-0 3-0 ウルグアイ、2-1 韓国です。あーすごい、韓国勝ちました。フルメンバーウルグアイ基本フルメンバーなんですが、センターバックのヒメネスと あとフォワードのゴディもいます。ヒメネスとあとフォワードのスアレスが怪我のため今回は来てないですけど、来てないんだ。それ以外はもうほぼフルメンでした。それ相手にカバーニもカバーニもいます。すごいね。カバーニもいながら勝ちました。すごいね韓国で。それで先制点を決めたのがなんとあれですよ、ガンバ大阪のファンビジョン。出た、伸び盛り伸び盛り。はあ、今日も決めちゃった。あのアジアカップでも大活躍。そうなんです。アジア大会決めて、ガンバでも調子良くて、うん、で今回じゃあどうやって決めたのかって言われたら、うん、まずあのPK 獲得したんですよ、はい、でそこでそあの取ってるものソン・フンミンが蹴ったところをキーパーに止められたんですが、もう飛び出してたんですね、あの調子のいい男は。あ、PK 止められたのを決めて、PK 止められたのを押し込みました。あらまあ、それが先制点。すごいね。で直後にウルグアイに追いつかれてしまうんですけど、最後の最後点決めたのが元神戸のチョン・ウヨン。すごい J リーグ勢。そうなんですよ。だそれもなんか日本もちょっと金星みたいな感じで痛かったですけど、韓国先に勝っちゃったんだね。そうなんです。でも結構本当に韓国の今回のメンバーもあの、日本に馴染みのある選手が多くて、ほうほうほう、あのキーパーがまず神戸のキムスンギ、はいはいはい、でセンターバックの片方があの、FC 東京のキャプテン、チャヒョンス、うん、であの相方のセンターバックが元大宮のキムヨンゴ、うん、で左が、まあ、ソンフンミン、はいはいはい、左のフォワードがソンフンミン で、うんうん、であのワントップに、うん、ファンビジョがいて、うん、あと、まあ、南のイッスンはスタメンではなかったです。ああ、そうか。で、ね、あと右のフォワードもあの、うん、元々あの南の匠とあの同僚だったあの、うん、カンフィちゃんとかだったので、そのメンバーでウルグアイに勝ちました。はあ、そんな情報も先生入ってるんですね。もちろんでございます。なかなかヤフーニュースだけ見せてもそれは出てこないですからね。いやもう本当にね、もう皆さんの力でね、本当もっとサッカー盛り上げていかなきゃいけないっていう時期なので、それ結構なニュースですよね。それなぜならないのかっていうところ本当ですね。そうなんです。どうでもいいニュースいっぱい流れてきてますけど言いますね。それは聞きたかったですよねそうなんです。だからあのもう考えなきゃいけないのが、はい、次日本代表ウルグアイ戦じゃねって話で。そうですね。いつでしたっけ、10そも15か6か6の火曜日かな、ね、うん、なので、はい、であのさすがにやっぱり南米の方々ってこういうのあるとこう1試合ぐらいをちょっと遊ぶ傾向も結構あったりするんですけど、さすがにアジア相手に2連敗はないから、日本戦やや本気じゃないかっていう。逆に言えば本気のウルグアイとねやれるということですから。まあ、なんでまず今日のその試合のところから考えて、次の日本代表のスタメンと攻撃とか狙いをちょっと考えていくっていう回にできればなと思って。ありがとうございます。もう常にもうパナマ戦終わったばっかりですけど、なんならその日に喋ってますけども、もうその日というかもう何時間後だって話ですけど、次のウルグアイ戦のスタメンまで考えなきゃいけない。先生ぐらいになると読み解いてしまうという、もうやんなきゃいけないです。これもうあのこの業界のメディアとかのためにもやらなきゃいけない。はあ、なるほど。まああれでしょ、
今日出てないメンバーでみんなが見たいあの人あの人あの人、そうでしょうね、ほとんどそうなるとは思います。ベストメンバーな、まあ、前々回の講義でもおっしゃってましたし、まあ、キーパーは権田が出てたし東口だ、おそらくは東口選手でしょうね、はい、で右サイドバックはもう酒井宏樹選手、うん、はいはいはい、左サイドバック長友選手、はい、まあ、ここはもう堅いでしょうと。なるほど。で、うん、センターバック1枚は吉田選手になると思いますが、はいはいはい、じゃあ相方誰なんだって話ですね、はい、普通で言ったら三浦選手だと思うんですが、うん、僕は冨安選手だと思うんです、うん、あらま、三浦源太経験積ますではなく、うん、まあ、もちろん牧野ではなく宮選手があるんじゃないかなと思ってます。なるほどね。なるほどね。でとその心は？ですね、要は結局あの前回のそれこそ書いて、うん、ま、あの守備のこととかも話させてもらうと思うんですけど、それで三沢選手と冨安選手にいろんなこうタスクを、はい、まあ、強いていたってところありましたけど、はい、まあ、もう一つあるのとすれば、あの彼らの中でどっちかを次使うために調子の良さだとかもちょっと見てたんじゃないかなって部分もあるんですよ。ほうほう。それで考えた時にもちろん牧野選手でいいってところはあるんですが、冨安選手使うんじゃないのかなってのはちょっと思ってます、うん、今日の出来考えて、うん、これだけそれこそ作戦遂行能力があるんであれば使ってみようかなと思わせるだけの出来はやってたかと思います、うん、なるほどね。ウルグアイにどうなんだっていうのを19歳のうちにちょっと経験もさせてやりたいし、まあ、ただ一つあるのは本当に本当に今試合終わった直後で取ってるからってところで言うと、まあ、初めてその A 代表戦ってのやったので、うん、それでのいわゆるスタミナのその消耗の度合いだとかですよね。お、なるほどね。それによって厳しければ牧野選手たちとかはあると思うんですけど、三浦選手の場合もあるってことでね。うん、確かにね、うん、最初の1回バイトとかも疲れるもんね、うん、そうですね、大したことやってないのに ね、 ね、どうしても疲れるんで、気使うからやっぱりね。でそれこそね、あの、うん、これ聞いてるそれこそあの年配の方々からすれば、あの若手のね、社員が入ってきてなんだこんなこともできないのかっていうところもあるかもしれないですけど、やっぱ誰もね最初だけはすごい疲れますからそうね、なんならできてたし宮下さんはね。そうなんですよ。あ、なるほどっていう形ですね。なるほど、フォーバックはそういう感じ、はい、でボランチラインに関してはもうこれはあの遠藤航選手と柴崎選手じゃないかなと思います。あのじゃあなんで青山じゃないのみたいな声もあるかもしれませんが、はいはい、あのいわゆるパナマ戦は吉田選手をキャプテンだっていうふうに、うん、森保監督言ったものの、はい、まあ、吉田選手出なかったのもあったんで、うん、青山選手だったんですけど、今回吉田選手出る形になると思うので、吉田選手にキャプテンやるってなったら、なるほど、別にあえてそのリーダーシップで出させる必要性はないので、うん、柴崎選手じゃないかなと。なるほど思います。柴崎とあの遠藤になった場合は、はい、前回勉強したのタッチダウンシステムみたいなのは使えなくなると思います。いや、ほぼ同じになると思いますね。あのちょっと形は変わるでしょうけど、はいはい、それでも柴崎選手がパスを出すっていうパターンになって、うんうんうん、あの遠藤選手が、あらかじめその未然に防ぐというか守備で防ぐような役目になってくるんじゃないかとは思います。なるほど。まあ、最終ラインまで降りる降りないみたいなのはどんな感じになってくる？そこまではねきっとやらないと思います、うん、あの今前に比べればそれこそ、うん、あの佐々木翔選手と村田選手に比べれば、うん、酒井宏樹選手中友選手やっぱりね欧州のもう最高峰でずっとやってきてる選手たちなので、はいはい、やっぱレベルも違いますけど、うん、そこまで彼らもあの両方ともが上がるみたいなことはやらないと思うんです。ウルグアイだしねってことだね、はい、うん、なので柴崎選手がそこまで下がるみたいなことはなくて、うんうん、もうちょっとワールドカップで西のジャパンでやったようなやり方が結構いいんじゃないかとは思いますね。そしてあと攻撃的な選手ですけど、うん、左中島翔也選手、はい、で右には堂安選手が入って、うん、真ん中南野選手、うん、で最前線のところに大迫選手、はい、っていう形になるみたいですね。面白いやつだ思います、うん、コスタリカ戦でもちょっと見れたようなやつね。そうですね、うん、あとまああとは強いて言えばなんですが、はい、三沢選手と遠藤選手みたいなパターンもちょっと考えてます、うん、ボランチの2人は柴崎ではなくて、そうですね、うんうんうん、で、まあ、逆でそう柴崎選手を先に出して、うん、例えばリードできたりだとかしたら三沢選手入れるとか、で三沢選手で逃げ切りオプション、そうですね、うん、で遠藤選手と三沢選手で行くってなったら、うんうん、例えばそれで失点してしまったってなったら、うんうん、攻撃に転じるときに、うん、柴崎選手を入れるというパターンもあるのかな。なるほど、なるほど、はあ、とにかくそのメンバー特に前線とかねどのぐらい
ウルグアイに対してやれるのかみたいな、ちょっとね。そうです ね。ただもうほとんど形式は変わらなくて、うん、あの西のジャパンの時も結構その戦術みたいなところの落とし込みは、はい、あの西野さんではなく、現場監督 の森保さんがやってたみたいなことも言われたり、うん、結構あったみたいなので、それで考えるとやっぱり今度は あの時と同じように柴崎選手が起点になって、前線で大迫選手が、収めて、それの周りで、あの前回のコスタリカ戦のように堂安選手と、あの忍者部隊が、そうですね、堂安選手、南野選手、中島選手がそれを拾って決めにかかるっていう形が多いんじゃないかな。小兵アジリティラインが、そうですね、中島選手なんか最近のポルトガルのゴールみたいなドッスン系みたいなの打ってますね、結構多いですから ね重そうな、すごいね。であとヒールパスとかやれちゃいますからね、ニコニコしながらね、楽しそうなんですよね、体験してますよ、ね、そうですね、なんでもう本当にもう彼ら3人がもう攻撃で楽しめるように、まあ、守備のところでではそれぞれが頑張るよと。なるほど。それこそ本当に長友、牧野、吉田、酒井宏樹なんてなったら、もうまんまですからね。そうですね、それワールドカップのまんまですから、確かに。ちょっとそれで見たい気もしますけどね、はい、いい感じになるのかなと思います。なるほど、まあ、彼ら3人を攻撃で生かすためのオプションとして、守備をそれで分厚くするっていう形をやるんじゃないかなっていうところですね。いい感じで、でも経験も詰めそうなメンバーというか、なんか狙いがやっぱり日本人監督の方が狙いって分かりやすかったりするんですか、あの特徴やっぱり今回、ただもう一個違うところがあるんですよ、確かに日本人監督が、ついたってところもそうだったんですけど、ワールド前回のワールドカップと今回の次へのワールドカップに向けてってところで、前回のワールドカップを知りながらそのままスタッフとして残ったっていうパターンって、ロシアを知りながら森保さんは残った、はい、初めてなんですよね。そっか、継続というのがね、そうなんですよ、一回こうリセットじゃないけど、外国人が来て新しいこと始めるみたいな、そうなんですよ、ね、今までだったらその、あの教会の中の方も、あの例えば教会、教会員、はい、そっちの方も、あの一新されたりっていうこともあったぐらいだったので、やっぱ現場 その空気ってものが完全に一新されてしまうところがあったのが、今回森保さんが残ったので、そこのあったその空気感さえも次に引き継ぎができてるっていう状態になるんですよ。そうか、はいはいはい、それでいてメンバーもある程度こう前回のところで、新しい選手たちも呼びましたけど、用意ドンじゃないってことだよね。そうなんです、お前のこういうとこ俺認めてるからな、僕は認めてもらってるんだ、君の役割今これね、あ、じゃあこれをやっときゃいいんだなっていう、なんかの感じますよね。そうです、会社っぽいというか、のシステムが出来上がってるので、安心して努力できるというか。そうなんですよ、ね、こうただただなんかプンプンした怖い監督が来て外国から、そうなんですよ、ね、ってなると何頑張っていいか分かんないみたいなのもね、ありそうな、このでも見せなきゃいけない、何見せたらいいのか、そうなんです、だから今回勝手なことやりだしちゃうみたいなね、みんな、はい、パナマ戦であれば、あの青山選手だったりだとか、あとは牧野選手がいわゆる責任を負えばよかったんですよね、守備だったり攻撃で失敗したら、彼らが負ったんですよね、でこれがだから今度1年後2年後になったら、おそらく彼らはもう離れてるぐらいの可能性も高いので、そうなってきた時に守備にやっぱり遠藤選手だとか三沢選手、富安選手が入ってきて、さらにあの現状の例えば東京世代だから、いわゆるまだまだ連勝組ですけど、久保建英選手とか入ってくるこういうところも全然あると思うんですよ。今はまだ高校生大学生の選手が次、それこそワールドカップだってことは全然あり得る話なので、で彼らが今度伸び伸びできるようにっていうところで、その世代交代をこうじゅんぐりじゅんぐりできるためのシステムが今新たに日本代表の中に作り込まれ始めようとしてるんじゃないかなと思います。なるほど、世代交代のお手本みたいな進め方なんだなって、今回すごいいいと思うんですよ、ね、前回の講義も聞かせてもらってそう思いましたね、これ勉強になるなっていう、ね、そうなんです、ええ、なんで特に今回で言ったら、あの前回もちょっとお話ししましたけど、高さの富安選手と、あの地上戦のところで三沢選手にタスクが与えられていてってところがあったので、で彼らに関してこんだけなぜこうフィーチャーして した言い方するのかと言われたら、あのおそらく本当攻撃的な選手の方々もそうなんですけど、それぞれにこれはやれよっていうその最低限のタスクが与えられてたと思うんですよ、これも仕事とかの話も全部一緒ですけど、それをあのやりきらないうちに、あの他の人の手助けしちゃう人とかも全然いるじゃないですか、俺がやった方が早い秒でしょ、そうそう、上司のね、だけど、そうなってくるとうまく育たなかったりだとか、あともしくはお前なんで自分のこと終わってのに他のことやってんだってので指摘されてちょっと怒られちゃうみたいなケースあると思うんですけど、彼らは自分
分のことをちゃんと今回完遂した上に、それでいて例えば富安選手が例えば前半であのコーナーキックから何回かあのシュート放ったりだとか、あと三沢選手もあの佐々木翔選手のクロスからの攻撃に対してで左足でシュート放ったりだとかっていう攻撃的なところでも自分を出していこうとしてたんですね。マネジメント力みたいなとこもあるんです ね, そうですね。森保さんがあの富安選手がコーナーキックで決め損なったというかこうヘディングに行った時にこう、うん、笑顔で拍手してたのに、それでいいのそれでいいのみたいな、そういうことです、ね、いいよいいよっていうね、お前その自分のこともちゃんとやって、はい、お前それでプラスアルファのこともやろうとしてんだ、うん、やるじゃんっていう承認ですよね。なんでそれもあって、それが特にもう本当によくできてたのは三沢選手とあと冨安選手ですし、あとは逆にあの相手の敵将パナマの監督からすれば室屋選手をずっともう称賛してたんですね。あんなにその上下動画できて、あの本当に今回はあの彼にやられたなんて発言を残したぐらいだったので、まあ惜しいねシーンというかあのシュート失敗のシーンがあったので、あの日本人のこのファンの皆さんとしてはやきもきする部分もありましたが、彼も彼で後半はもうちょっと川又に出せよみたいなね。そうなんです。でもあれはでも2回目は俺が打つんだっていう気持ちですもんね、があったってところがあるので、彼もだから今後もあの少なくとも酒井宏樹選手に今度は勝つためにっていうところでやっていくのは変わらずあるんじゃないかなっていうふうに思います。なるほど。これ室屋選手がクロスして南野選手が決めて何か大きなことを成し遂げたら、その幼稚園の先生とかは泣いちゃうんじゃないですか。そうでしょうね。でも彼らも結構実はいろんなところでもうあの場数踏んでるんですよ。その全然前回ぐらいで話したのゼッセル熊取り、はい、ゼッセル熊取りに行った時に南野選手はもうやっぱりもう大人たちからもてはやされて、先生大変だ、時間です、時間か、じゃあこの話はまた本取りしましょう。いつかゼッセル熊取り、いつかゼッセル熊取りに関して話したいですね。皆さんググってください。先生今日もじゃあもうウルグアイ戦に向けてのまたいろんな楽しき 見方ができるような授業をしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました、ね、じゃあコンビニ行ってスーパーカップ買いましょう。 SL スーパーカップ僕の分はじゃあ他のゼリーかなんかでよろしくお願いします。ゼリーは大丈夫なんですね。ゼリーは大丈夫です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。また次回。